佐藤綾実は、日本の女子プロ野球選手。鹿児島県出身。クラブチームの埼玉西武ライオンズレディース所属。1989年、鹿児島県奄見大島で生まれる。四つ上の兄が、野球やサッカーをしていたことで幼稚園の頃から、球技に慣れ親しむ。小学三年生の時に、親の転勤により、地元を離れ、同県の機械島に転居。 そこで、地元の少年野球チーム、ガッツ機械に入団、ピッチャーのポジションに着く。その後、小学6年生の時に、奄美大島に戻り、公式の少年野球チーム、なぜオリオンズに所属し、こちらでもピッチャーを担当。中学に入学し、女子野球部がなかったため、一時バスケットボール部に所属するが、やはり野球がしたいと考え、顧問の先生に相談し、 南式の男子野球部に入部。当時、女性部員は一人の高一点の状態で、ピッチャーサードのポジションでプレーをした。中学卒業後、当初は選手層の厚いソフトボールへの転向を考えたが、地元が鹿児島県であったため、女子野球が強くて、有名な上村学園へ進学。高校生最後の年に挑んだ第8回全国女子高等学校女子。 公式野球選抜大会では、チームの優勝に大きく貢献する。その後、女子野球日本代表を目指して、ナオミ学園大学へ進学。大学の女子公式野球部でプレーをする。大学卒業目前、就職して野球を続けていきたいと考えたが、世界大会への出場も決まっており、土日にしか空いている時間がなかった。そこで、当時、 直美学園大学の野球部コーチを務めていた荒井淳子氏に相談。知り合いであり、福知山整備高校の女子公式野球部の監督であった長野恵リ子のからの紹介を受け、福知山整備高等学校の女子公式野球部のコーチに就任する。就任してから10ヶ月後、カナダでのワールドカップが開催され出場。そこで毎日野球をしているプロの実力に感嘆し、 プロを志願。同年のトライアウトに挑戦し、見事合格、プロ入りを決める。120キロ超の速球、カーブ。特にカーブは、クレートンカーショーの回転数を超えるとも言われている。ありがとうございます。